皆さんこんにちは、レポーターの石田恵美です。ものづくり匠の技の祭典2021をご視聴いただきありがとうございます。さあ、ここからのお時間は未来の匠を目指す職業訓練と題しまして、認定職業訓練校についてご紹介します。認定職業訓練校は東京都の認定を受けた民間の職業訓練校であり、さまざまな業界で働いている方々に対し、その職種ならではの専門知識や技能を身につけるための訓練を行っています。さあ、今回はその中から3つの認定職業訓練校を続けてご紹介したいと思います。まずはじめにご紹介するのが、木工加工系木工科を科目とする東京建具高等職業訓練校です。お話をお伺いするのは東京建具協同組合事務局長の稲村さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですが、まずはこちらの訓練校についてどういった場所なのかご紹介をお願いします。はい、今ご紹介いただきましたように、木工科になっておりますけれども、実際は建具でございますね。建具、建具はその建物の道具の具って書きますね。したがって建物の住まいとか中とか、この建具がないとなかなかその殺風景なものになっちゃいますので、それでこういう間仕切りとしての建具の仕事っていうのは昔からあるわけですね。で、そういうことをその学ぶ場所が当職業訓練校と、そういうことになっております。はい、皆さん何年間学ばれるんでしょうか？2年間です。ただ毎日の訓練じゃありませんので、普段はお仕事を皆さんされてて、で週1回だけ来て、で朝から夕方まで専門的なことを学ぶと、そういうシステムになっております。はい、わかりました。そしてこちらにはその生徒の方々の作品を展示されています。はい、ご覧ください。はいはい、まずそちらの右の方からなんですけども、はい、それ皆さんもご承知のように障子ですね。こちらも障子の種類、これも障子です。はい、これは2年生が作った生徒の作品になっております。1年生の時はまだ技術的に未熟ですので、これを作るっていうのはまだ少し基本的なことを学んでからこういうものは作れるようになると、そういうことになってるんです。はい、でこの障子の中でも皆さん見られてる、これ雪見障子っていうんですけど、まあ、紙箱これに貼りますけども、はい、こうスライドするものが障子ですね。はい、ですからこっから順番に難しくなってくると、そういうことでございます。はい、はい、そしてそちら、それで、はい、またこういうものとは違って、はい、こういうものがあるんですね。こういうね、これは組子って言います。組子細工で、よく昔から欄間とか書院とか、はい、そういったところに使われてきた模様なんですね。でこういうのも2年生になると皆さんで頑張って作っていただくというふうなことになる。これ文様が綺麗ですから、はい、非常に生徒さんたちもどうしても作りたいんですね。非常にね、こういうのっていうのはあんまりオーソドックスですから、こういうのに挑戦したの。ただ作ってみると非常に難しい、緻密で細やかな作業ですから、だから本当に切れる道具とかカンナとか、ね、そういう技能がないとこれはちょっと難しい。でこれ先輩たちが作ったたまたま難しいこういうものをアレンジした組子ですけどね、この種類が250種類ぐらい、250もあるんですね。ちなみにこちらの模様は全てそうですね、これが麻の葉っていう模様なんですね。麻の葉っていう模様は女の人の模様になってます。女性のだから女性の着物とかね、はい、浴衣とかそういうのによく使われますね。そういうことになっております。縁起物でございます。ありがとうございます。こちらの訓練校はそういった技術はもちろんですが、うん、日本の文化もしっかりと学ぶことができるということなんですね。やはり長い間この文化を形成してきているもんですね。で日本は木の文化なんですね。木を使ってこういったものをいろんな形のものを作り上げる、でまたそれに技術技能をその高めていくと、
っていうふうな長い間文化がありますからね、今の若い子たちでもやっぱりそういうことを継承していってもらいたい、それで日本のものづくりに貢献していただきたい、そういうことです。はい、稲村さん、たっぷりとお話、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。